再作、または再作運動とは、自転している物体の回転軸が円を描くように触れる現象である。再作運動の別称として首振り運動、味噌すり運動、すりこぎ運動などの表現が用いられる場合がある。地球ごマの再作運動。まずコマのような各運動量を持つ合体で回転軸が重心を通る完成主軸であって回転が安定的な場合について説明する。 そのような物体に回転軸をひねるような向きのトルクを与えると、自転軸が円を描くように触れる。典型的な例は回転するコマの首振り運動である。再作運動をする物体の自転軸は、すりこぎをするように両端が円を描いて回転する。コマがこのような運動をするのは、ジャイロ効果による。すなわち、コマの自転の各運動量ベクトルに対して、 コマに働く重力によるトルクが軸を倒す方向に継続的に加わる結果、時点の各運動量ベクトルが大きさを変えずに向きだけ回転するためである。これは中心力によって等速円運動している物体が継続的に加わる中心力によって運動量ベクトルの大きさを変えずに向きだけを回転させているのと同じ関係である。次に一般の回転軸が 完成主軸でない場合について説明する。この場合、自分自身の完成のため、外力がなくても、回転軸が完成主軸の周りを触れ回るような動きをする。これを自由再射運動という、地球の再射運動。コマが首を振るように、約25,800年かけて、自転軸が回る。地球の自転軸も、前述のコマのすりこぎ運動のように動いている。これを、 地球の再差運動という重力のある場所におけるコマは重力の影響でそのような運動をするわけだがもちろん地球はコマのように平面上で絵軸に支えられているわけではないから単純にコマと同じ理由でと説明するのは誤りである地球の場合はその形状が赤道部分がわずかに膨らんだ回転段円体であるため太陽や月の重力による 超積力によって、赤道部分の膨らみを王道面と一致させようとする方向に受けているトルクが要因である。地球の再差運動により、天文学上の現象として、春分点、秋分点は王道に沿って少しずつ西向きに移動することになり、これを再差と呼ぶ。この再差の周期は約25,800年である。このため、太陽年は、 高青年より約20分24秒短い。地球の時点運動の再差に起因する春分点の移動は天文学では赤道の再差という。これによって天の北極や赤道が動く。また、地球の光点運動に対して惑星の引力が影響を及ぼし、地球の光点軌道面つまり王道傾斜角が変化する。これを王道の再差という。ただし、 王道の採採による春分点の移動への寄与は極めて小さい。赤道の採採と王道の採採を合わせたものを一般採採と呼ぶ。J2000.0 における1ユリウス世紀ごとの光景の一般採採の値は IAU2006 歳差小動理論では5028.796195とされる。また、天の北極は、天球上で王道の北極を中心とする円を描く。 21世紀現在の北極星はコグマザアルファ星であり2100年頃天の北極に一番近くなると予測される。西暦13000年頃には天の北極はベガの5度以内に位置する。古代エジプトの記録によると今から約4800年前には天の北極はリューザアルファ星のあたりに位置していた。採掘による春分天の移動を最初に発見したのは 紀元前150年頃のギリシャの天文学者、ヒッパルコスである。彼は、合計180度、木抜き0度に、ほぼ近い位置にある乙女座のスピカを使い、回帰月食の時に月とスピカの角距離を測った。日食や月食は、王道と白道の交点でしか起こらないので、日食、月食時の月や太陽は必ず王道上にいる。 したがってこの時のスピカとの角距離はそのままスピカと月または太陽との光景の差になる。ヒッパルコスはこの光景の差を彼の時代より約150年前のティモカリスが作った製表と比較して光景の値が変わっていることを発見した。彼はスピカ以外の構成についても同様にずれていることを見つけ、このずれは 構成の運動によるものではなく後継の基準である、春分点転自体が移動しているためであると結論した。磁場中に置かれた実機モーメントがする、再採運動は、ラーモア再採運動と呼ばれる。ありがとうございます。